ハローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスター3分やっていきます。グズマさんとの勝負にも勝って、この先リリアちゃんとコスモックさんがいるであろう代表さんのいるところに行きたいと思います。ね、グズマさん、お前をぶっ壊すには俺様をぶっ壊すほど追い詰め、自分自身を強くしないとな。だそうです。では行こうと思います。ここでいいのかな。よし、突入。なんかキラキラしている、ここ。なんで木漏れ日入ってみます。あ、いた、リリーちゃん。帰ろう。帰ろうはダメ。あら、大さん、お久しぶりね。あ、顔びっくりしてる。嘘です、大豆さんが助けに来てくださるなんて。ありがとうございます。ふーん、知り合いなの。ダイスのような素敵なトレーナーとあなたが仲良くしてるの、私がっかりです。え、なぜですか。母様の許しがなくても私はコスモックを助けます。あなたよくわからないことを言うのね。だって私には、顔が怖いよ、娘も息子もいないのよ。私の愛を受け入れずにいなくなる子供たちなんて。それにリリエ、あなたに何ができて。親を説得できない、トレーナーとしての強さもない。やったことといえば人の実験材料を黙って持ち出したことぐらい。へえ、美しさが足りていないのよ。まあいいとしましょう。せっかくですからビーストちゃんを招くところご覧なさい。わがままではありません。お願いなのです、母様、ビーストのためコスモックを犠牲にしないで。ウルトラホールを開けばコスモック死んじゃう。そうよね、死んじゃうかも。だってコスモックの能力を無理やり使っちゃうもの。どこに行くの。あなたが私の子供なら少しは考えてあげたかも、なんてね。大さん、来てくださってありがとうございます。なのに私、わがまましか言えなくて。星雲ちゃんを助けてください。え、ルサミーネさん追いかけてっていいの。行ってみます。わー、勝手に岩ぶしてる。どこ、え、ここどこ。星雲ちゃんは、え、何ですか。いたいた。ん、隣にあるキューブはなんだ。早くこちらにいらっしゃい。代表さん、顔が怖くなってますよ。何が起こるんでしょう。何、ビーストちゃんって、ウルトラビーストのことかな。どう、自慢のコレクションルーム。私の愛する子供たちポケモンを永遠に飾るの。え、やど、ピカチュウもいる。冷凍しているっていうことなんですか、これは。ビーストちゃんってこちらの世界に来て戸惑い暴れちゃうでしょ。だけどケースに閉じ込めるのはかわいそうなのよね。だからアローラで気ままに暴れてほしいなって思うの。あ、ハウくんだ。わー、ダイス、ゆっくりしてる。いつでもゆっくりしてるんだね。あー、リリエ、わあ、よかった。うん、あら、ハウ君までいらしたの。ふう、グズマもだらしない子。グラジオさんだ。俺からも頼む、ウルトラホールは開けるな。ビーストを暴れさすとかない。ん、コスモックを連れ出す娘にタイプヌールを奪った息子、あれだけ愛情を注いだのに私は裏切れられたのよ。今さら何を聞くというの。怒った顔は似てるね。へえ、娘に息子、兄弟だったんだね。今リーディーたち家族なの。ハウくん、ハウくん、元家族ね、ハウくん。その人たちは出て行ったのだから。
その人って言ってるんだね。というかそんなくだらないことどうでもいいの。え？財団に残されたコスモックのガスだけでウルトラホールが開いたでしょ？え？ケージの中のコスモックを丸ごと使えばウルトラホールもたくさん。どれだけのベストちゃんが来るかしら。やめて、お願い、星雲ちゃん力を使うと動けなくなるの。パラダイスから逃げた後もしばらく固まっていて、力を使いすぎたら本当に死んじゃいます。はあ、持ってる。ほら、ウルトラホールを開けるからおいでなさい、ビーストちゃん。え、ウルトラビーストが来るんですかね。星雲ちゃんが光ってる。え、開いた。あの時のクラゲさん。え、雲が、あ、覆いかぶさってしまってる。あ、え、いろんなところに開いてるの？これは。あ、あっちもこっちもですね。アローラのあちこちにもピュー。もうコスモックったらケージの中でもうるさいわね。私が好きなのはあなたの能力だけですのに。でもその能力私に役立ったよね。今頃アローラにたくさんのビーストちゃんが来てるはず。ほら、アーカラ島やポニ島にもメレメレにもいるみたいね。ふふふ。へえ。グラジオさん、ポーズを決めるんだね。その頃、メレメレとマハロサンド近くでは、ハラさん、シマキングはヤルキング、胸騒ぎを覚えれば。あ、ウルトラビースト、珍しい客ですな。シマキングとして、なんか来た。カプコケコさんだ。おー、かっこいい。守り神としてか、ただ戦いだけか、戦いたいだけ。他の島もお待ちだろうが頼みますぞ、仲間たち。シマキングとしてこの腹お支えしますぞ。これは守り神さんたちが動いてくれてるってことなんですね。すごっ。おお。チルルップ。鳴き声かわいいんだよね。ウフフ、ブーストちゃん。ビーストちゃん。代表、実験は成功なんだな。やばい、ウルトラビースト捕らえて、こいつら、ぶっ壊していいんだよな。そうね。え、グズマ、まずはそこにいる子供たち静かにさせて。今度こそ黙らせてよ。ん？俺はビーストを止める。俺の相棒ヌルはビーストキラーとして生まれた。ハウはグズマ。おう、代表を止めろ。でないとアローラはビーストばかりになる。大さん、星雲ちゃんを。はい、そうだね、星雲ちゃん。やだ、無粋な人ばかり。ビーストちゃんが驚くでしょ。大さん、まずはあなたを静かにさせないとね。
ここでバトルなんですね。来ましたね。まさかお母様と戦うことになるなんて。エーテル代表のルザミーネが勝負を仕掛けてきた。相手は5体。今度はピクシー。かわいいな。よし、私は月光が。よし、行ってみましょう。できればな。辻斬り。月光がの辻斬り。効果は今一つだ。ムーン。うわー、月光が効果は抜群だ。相性がね、あんまり良くないんですよね。どうしようかな。そうですね、毒系もないからな。うーん、戦おう。水手裏剣。はい、何回当たるか、何回当たるか。2回、3回、3回当たった。コスモパワー、防御アップ。月光がどうする。いやー、ここはちょっと回復させておきたいんですが、そうだな、ちょっと困りましたね。うーん、いい気づくする。いやー、一回使おう。はい、いい傷薬を使ってちょっと回復。コスモパワー、またこれで防御上げてますね。うわー、そしたら飛行ツバメ返し。えい、ムーンフォーク。あ、これで倒れちゃうかもしれない。月光が、あ、倒れちゃった。ごめんね月光が。フェアレイ系はね、だいぶあんまりいないんですよね。どうしようかな。やるんだったら毒系か。それだとないので、ピカチュウ。よし、頑張れピカチュウ。麻痺つけよう。電気ショック、ピカチュウの電気ショックだ。指を振る。あ、振られてる。わー、サイコカッターが出てきた。麻痺がつかない。電磁波スパーク、ピカチュウのスパーク。指を振る攻撃。指を振って逃げ取りが出てきた。わー、2回当たった。電磁波ボルテッカーやるとピカチュウが結構来るのでね。スパークもう一回やろう。えい、ちょっとずつでも減っていってくれれば。ピカチュウ大丈夫。わー、効果抜群、来てしまった。ピカチュウが倒れた。うん、ガーディ行こう。よし、威嚇。これで火炎放射。行けガーディ。41レベルは強いな。わー、効果今一つなんですけどね。今度は火炎車。ガーディ頑張れ。もうちょっと、急所には当たってるけど。指を振るでどうなる。グランドフォース。ガーディ、あー倒れちゃった。ガーディー、ごめんねガーディー。だいぶ倒れていきますね。まずい、もうちょっとだから押していきましょう。葉っぱカッター。はい、
シー倒れた。いや、このエスパーフェアリータイプのあたりと毒とちょっと苦手にしているところが多いですね。うん、パーティーも構成をもう少し考えないといけなかったです。あ、ムーマージ、あ、ちょっとこのまま行きましょう。ムーマージはゴーストタイプってことは影縫いだ。あ、向こうが先に来る。まずい。大丈夫？ジュナイパー、影縫いゴーストかな。よし、よかったよかった。これでドレディア、このままにします。ドレディア見たことがまだなかったけどすごい可愛い。この間にいい傷薬じゃなくて元気のかけらを月光牙にかけておくと。はい、多分草タイプ？エスパー系も持ってます。大丈夫だね。急所に渡っている。一回回復させよう。今100ぐらいなのでジュナイパーにいい傷薬を渡します。たまにこう毛づくろいしてるジュナイパーとかがねかっこいいんですけど、ここで体力を回復して花びらの前がかる。うわー、これで行ってみたいと思います。そしたらついばむだな。はい、ジュナイパーはついばむをします。向こうが先。我慢してごめんねジュナイパー。ついばむ攻撃、よし、効果抜群。急所に当たって倒れた。これで3体倒して、次ミロカロスかこのままにしよう。ミロカロス、ドラゴンタイプになりますね。そうするとフェアリーに帰っていきたいので変えますかね。うん、唯一アブリボン。はい、行け、アブリボン。神秘の守り、アブリボンどうする。妖精の風、ハイドロポンプが先だ。まずい。わー、アブリボン倒れてる。そしたらジュナイパーに変えて回復させたかったんだよな回復が入れたかったよ。ここで回復入れましょう。ジュナイパーにすごい傷薬を使う。これで満タンになるからハイドロポンプは大丈夫と。ここでリーフブレード、はい、よし、ジュナイパーのリーフブレードだ。よかった、最初からこっちにすればよかった。ごめんね、アブリボン。よし、キテルグマ、キテルグマがいるんだ。格闘だよね、キテルグマ。そうしたらついまむ、わー、目パッチリ下がる。攻撃が下がった。ジュナイパーのツイバム、効果抜群だけど神秘のベールがなくなりましたね。もう一回つぶらの瞳、下がる攻撃がここでもう一回ツイバム、いけるかな。Z パワー、やってみよう。はい、シャドウアローズストライク、攻撃が下がる。ジュナイパー行こう。はい、行きます。ジュナイパーの Z 技、全力のキテルグマには効果がないようだ。あ、やっぱり半端かったっすよ。
まずい。ああ、攻撃が下がりますね。あまりなんですよね。やっぱり追ボムなのか。うわ、大丈夫？だいぶ下がってしまってる。何回か追ボムをしたら、この辺りでいい傷薬を月光牙に投入。よし。変えよう。はい、月光牙。ジュナイプありがとう。任せた、月光牙。よし。つぶらな瞳。つぶらな瞳が多いんですよね。ツバメ返し。頑張れ。突進が来る。痛い。でも向こうもダメージを受けている。もう一回ツバメ返ししよう。月光牙のツバメ返し。おお、効果抜群。テルグマも突進。月光牙倒れた。よー、強いな。ジュナイパーに戻します。あと少し。キテルグマ強いね。アリーフブレードにしてしまった。ツイボムが使いたい。でも3回攻撃意外といきますね。もう1回リーフブレードできるかな。つぶらな瞳が入るけど、あ、いけた、よかった。あ、レベルアップ。ナイパーのレベルが47。エーテル代表のバトルに勝ちました。なんてひどいの。賞金として9840円手に入れた。長かった。いやー、強いですね、やっぱり。ふう、私のビーストちゃんが欲しいだけなの。あなたたちはどうでもいいのです。え、なに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 。あ、ウルトラホールが消えちゃう。グズマいらっしゃい。何？開発していたウルトラボールであの子を捕まえますよ。新しいモンスターボールのことですね。おう。え、逃げないの？ん？何何？母様。あ、いた。え、行っちゃうの？バイバイって言ってしまった。グズマさんも消えちゃった。あ、歪みが消えましたね。行っちゃった。どうして。星雲ちゃん元気ですか。あれ、星雲ちゃんどうした。あれ、姿が変わって動けないのです。とりあえず出よう。ここは好きになれない。はい、ちょっとびっくりしてしまった。行っちゃいましたね、二人とも。でも星雲ちゃんは大丈夫なのかな。ビッケさん、皆様ご無事で。そうだな、ただやることが山積みだけどな。ウルトラホールに消えた代表とグズマ、動かなくなったコスモック、あんな人でも嫌だ。ビーストの世界に放っておいていいわけない。アローラで崇拝されていたという伝説のポケモンでもいれば、未知の世界にも行けるだろうが。ん？
いるよ、だってビーストもいるんだし。だから会えるよ、伝説ポケモンだって。そうだね。ダイ様、ハウ様もありがとうございます。リーレー様も皆様もお休みになられたら、職員の居住スペースにベッドを用意 しましたので。ちょっと噛んでしまうね。あ、頼む。ベッドの用意してくれたんですね。俺もクタクタ。私はここで小さい頃一緒に寝ていた母様のベッドですが、それも今夜で最後です。いやー、なんかすごいことになってきましたね。ウルトラビースト他のところにも出てたけど、原さん以外は大丈夫なのかな。翌日、はい、いないよ、リリーちゃん。え、大師さん、リリー様がお屋敷の外でお待ちです。あー、いなくなっちゃったわけじゃなかったんですね。ということで今回は出てきたウルトラビーストとウルトラホールの中にグズマさんと代表が行っちゃいました。もう代表戦すごい強かったですね。勝ててよかったです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!